らしく聞いて浸ってる。一人は一クラスにいた。まるでフェイクプラスチックツリーみたいな。ミーハーにレイプされる前にあの子は中央線を止めた。彼女は注目だけを集めた。嫌いな自分を嫌いな自分も受け入れて楽になって、カットはかからずドラマは続く。宇宙の下普通は続く。セミの声が少なくなって、チャリこぐ子供の声も減ってる。なんで長袖なのって言われなくて済む季節が来る。嫌いな自分を嫌いな自分も受け入れて楽になって、カットはかからずドラマは続く。24時間苦痛は続く。セミの声が少なくなって、チャリこぐ子供の声も減ってる。なんで長袖なのって言われなくて済む季節が来る。お前は病気だ死んじまえと信じてたやつに言われたよ。薬を飲むために餌を食べてたあの子は新宿で星になった。葛藤が生むバット、次に加藤になんのは俺かな。バーシーフェイスが流れてる。描いた未来と抱いた夢、殴れない奴は殴られる。だから受け入れて楽になって、カットはかからずドラマは続く。宇宙の下苦痛は続く。セミの声が少なくなって、チャリこぐ子供の声も減ってる。なんで長袖なのって言われなくて済む季節が来る。いつか死ぬのが怖くなって、塞ぎ込んでても仕方がなくて、なんで長袖なのって言われなくて済む季節が来る。セミの声が少なくなって、チャリこぐ子供の声も減ってる。なんで長袖なのって言われなくて済む季節が来る。水曜日16時、渋谷もやいぞ前集合。最後くらいは笑い合いたい、最後くらいは輝きたい。10年後、16時、渋谷もやいぞ前集合。昔みたいにお酒がなくても俺たち本音で話せるかな。10年後、16時、渋谷もやいぞ前集合。あの時のままでいけるかな、あのノリのままでいれるかな。10年後、16時、渋谷もやいぞ前集合。あの時のままでいけるかな、あのノリのままでいれるかな。